去る9月18日、東京都千代田区にある有楽町朝日ホールで、宗教改革500年記念ウィーク、宗教改革が問いかけるもの記念講演会が行われました。日本聖書協会が主催する記念イベントで、マルティン・ルターによって始まった宗教改革から500年の節目に、その意味を捉え直し、また祝おうと、11日間にわたるプログラムが開催されました。日本聖書協会総主事の渡部誠氏は、この記念イベントを聖書協会が主催する意味について次のように語りました。500周年を祝うことは当然ですけれども、各教派でそれぞれ企画しておりますので、それでは交わりができません。で、聖書協会は皆さん聖書をそれぞれの教会で使用してくださってますので、やはり聖書協会は、それぞれの教派が誰でも参加できる500周年の式典をして、お祝いしましょうというのが最初の企画でございます。講演会には総勢400名が集まりました。宗教改革とマルティン・ルターに詳しいドイツのマールブルク大学名誉教授ハンス・マルティン・バルト氏が、現代世界における宗教改革の意義と題して講演しました。講演の中でハンス氏は、ルターの宗教改革の精神的な主要概念5つ、神体験の媒体としての聖書、私たちの慣れ親しんだ伝統的価値観の逆転としてのルターの十字架の神学、生活と行動のための生きた源泉としての恵み、教会と社会の新しいモデルとしての全神と祭祀制、世を支配する神の2つの仕方について考察しました。次に、ルターの宗教改革がもたらした直接的また間接的な影響として、教会、社会、文化の各領域における影響を明らかにし、続けて現代世界にとってのルターの宗教改革の実際の意義について述べました。Well, for me, Luther's Reformation created a new type of being Christian. A type of being Christian in a very serious and free and joyful way. And to celebrate the Reformation for me means to rediscoverthe joy of the gospel, which had filled the reformers, like Luther and others. I think for all Protestant churches, it is important to go back to the sources and to rediscover the scriptures as a really medium to a real offering a real contact with God, and to get a real new experiences in faith. 講演にはプロテスタントだけではなく、カトリックの方々も参加し、皆さん真剣に聞き入っていました。同日夜には東京都千代田区の帝国ホテルでエキュメニカル晩餐会が行われ、146名が集まりました。田園調布ライトチャペル牧師小田明氏とメサイアコーラルソサイティ合唱団の皆さんによるハレルヤコーラスに始まり、ルーテル学院大学教授の江口彩希氏が講演しました。贈与の神学者ルターと題し、ルターの95箇条の定題から500年にあたり、大切なこととして、一つ目に原点に立つこと、二つ目に未来志向であることを挙げました。原点と未来志向、具体的に言いますなら、原点を考えるということは、ルターそして宗教改革の最も本質的なこと、つまりルターの神学の原点、あるいは核心は何かということです。そして未来志向ということは、ルターや宗教改革を過去の出来事と考えるのではなくて、むしろ未来を見据えた
現代の問題として問うてみるということだと思っています。また信仰義人に焦点を当て、党の体験と呼ばれるルターの新発見を説明しました。そして救いは神の絶対他力であり、神の国、天国行きの切符は神からのプレゼントであると述べ、ある意味信仰義人という表現はやや誤解を招くのではないかと示しました。信仰とは我々のうちに働いている神の働きである、つまり神の賜物であると言いました。そして第2番目に信仰とは、そういう神の恵みに対する私たち人間の確信であると言いました。つまり私たちの信仰でさえも私たち人間への神からのプレゼントなのであります。ルターは贈与の神学者と言えましょう。最後に日本キリスト教協議会小橋光一氏、日本福音同盟与内博明氏、日本ペンテコステ協議会寺田文夫氏が挨拶し、リレー祈祷を捧げました。多数の教団教派がある中で、キリストにあって一つとなることの重要性を参加者一人一人が考える機会となったことでしょう。キリスト教と呼ばれるものがカソリック、プロテスタントをはじめいろんなこう宗派、教派に分かれていますけれども、この500周年を記念して一堂に会するというのはとても画期的なことだと思うんですね。やっぱりこれは500年というこの時期にお互いが一緒にこれから501年目をどうやって取り組んでいこうかという、そういう時代的な必要もあったかなと思います。そういう意味では日本もこれからキリスト教が一つになって進んでいける、もちろんそれぞれの特徴を持ちながらも一緒にやっていける、そんな機運が高まったんじゃないかなと思って、本当に私も出席できて喜んでいます。宗教改革から500年という記念の年、プロテスタントとカトリックの信者がその意味を共有する場ともなりました。神の驚くべき恵みの中で、とこしえに変わることのない神の言葉に立ち、福音の喜びを明かしするキリスト教会でありたいと願います。